はい、毎日学習会の林です。工学者の北山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、国際文化学部、分野優秀者、入学試験要項ということでやっていければなと思います。よろしくお願いします。で、まあ、10名ってことで、まあ、入試制度としては言語文化、少数文化、地域研究、情報処理、プログラミング。なんで情報処理、プログラミングなんか唐突にプログラミング出てきたからちょっとびっくりしたんですけど、で、これ見ていくと内申が 3.5 以上で、IBT が72、結構高いね。やっぱりロケーション大事だね。でも72以上あったらさ、普通に上智受けりゃよくないって思ったり個人的にはしてしまうんだが、高いよな。で、あとは、多分基本情報とか持ってる人も有利な感じなんですね。あと CG クリエイター研究、へえ、なるほどね、すごいな、いろいろ。まあ、情報処理系の資格とかもどういうのを取ってればいいかって書いてるんで、ちょっとまあ、見ていただければなと思います。ただ、いずれかに該当する人だから、まあ、必ずしもその英語72に取ってなきゃいけないとか、そういうわけではなくて、まあ、あくまでも一つの例としてそれを書いてる、まあ、どれか一つ得意なものがあればそれでいいっていうところで、まあ、ただ CG エンジニア検定とかウェブデザイナー検定とか、この辺も結構割と分かりやすいやつかなと思うので、やってみたらいいんじゃないかなと思います。で、あとはまあその留学をするから留学に必要なレベルの学習成果、まあ、英語はやっぱりある程度できてないとちょっときついかもしれないですね。英語とか、まあ、その現地で使う言葉に関してはある程度できてないときついかもしれないなっていうところがあり、で、これさ、併願って聞くのか、質問資格は学ぶことを強く希望するものって書いてるから、さすがにこれ洗顔とは言わないですね。だってこれだってプログラミングとかできるとこれ洗顔だったらエグすぎない？で、筑波とかさ SLC とかさ、まああとこれぐらいの英語できるんだったらまあ上智とかさ受けてっていう話であればまあわかるけど、これが洗顔だったら正直エグすぎるよなと思うんだよね。プログラミングできると他もやっぱ受けたいと思うしさ、で、志望理由書書いて、まあ、実績報告も含めて書いていくっていう形なんで、結構書き方には工夫が求められると思います。今までどういうふうに熱心に取り組んだかってことをこれからどうするかって話なので、まあ、もし志望理由書の書き方わかんない方とか、あと評価書も頼むときどういうふうに書いたらいいかわかんない方とかいたら、ちょっとご相談いただければなとは思います。そうだね。あとは、書類審査だけでいいんだね。書類審査で、第一次選考書類審査で、二次選考がこれちょっと例年はまあ面接っていう形になってるんですけども、今年はちょっとコロナになったんでそのウェブ面接に変わってって形で、でもこれはなんか割と受けやすいよ。もともと自分が頑張ってるものがあればそれパッて受けてそれで通ればあと面接だけでいけるわけだから、で考えると割とやりやすいかなっていうのは思ったりはします。あと結構なんて言うんだろう、そのコンテストとかに関しても都道府県大会優勝とか全国レベルで入賞とかぐらいでいいから、割と多分幅も広いんだよね。なんか実際慶応とか東大とかになるともっと多分高いレベルじゃないと合格できなかったりもするので、県大会ぐらいでは全然ダメなので、で考えると割と受けやすい、使いやすい入試なのかな。さっきのやつと比べたら全然いいですよね。さっきのやつだって全部できない、あと併願できない、あとなんか留学先にもすげえ細かく、まあ SF のグラブだから多分留学先にはくっつこまれると思うんだけど、さっきのやつと比べたらもう全然これはいいと思うので、もし何か自信があるものが分野がある方はぜひやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。下の概要欄の方から LINE アットございますので、そちらの方をお問い合わせいただければなと思います。10日間無料体験、無料相談できますので、ぜひこちらの下の概要欄ですね、クリックいただければなと思います。あとは動画ですね、高評価コメントをいただけると大変嬉しいので、ぜひ高評価コメントをいただけますように何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。